江戸で評判の運転飴。一度舐めたら忘れられない。二度舐めりゃ夢にまで見る。三度舐めたら顎がとろけると噂の高い。さあ、嘘か誠かロインより証拠。カッタリカッタリカッタリ。はいはい。徳川が政権を握って以来34年、江戸は目を見張る繁栄と発展を見せていた。だが三代将軍家光の容赦ない政策により改易され葬り去られた大名もすでに10種を超えていた。徳川家は盤石、天下は太平を謳歌しているかに見えたが、その底流にはどす黒い淀みが徐々に広がり始めていたのである。板についたな。おかげさまで、どうにかこうにか。野草の話だと、佐坂さんが来てからぐんと客が増えたって喜んでたよ。そんなこと。お、やっぱり運転か。姿形は変わっても声だけは変わらんな。当たり前だ。なあ野草、佐坂さんが来てから客がぐんと増えたと確かにそう言ったな。おお、言ったとも。まったくいい人を世話してくれてありがたいよ。そりゃそうさ、長年同じ釜の飯を食い、血の出るような修行をした昔の仲間におかしな人間は世話でいいんからな。だからありがたいと言ってるんだ。待ってください。お礼を言わなければならないのは私です。お二人には本当にありがたいと思ってます。お礼だなんてとんでもない。みんな佐坂さんがいい人だからなんだ。なんやぞ。ああ、その通りだ。お、運転、茶でもいっぱい飲んじゃいかんか。せっかくだが、日暮れまでにはまだ一時ある。もう一稼ぎにしてくるわ。じゃあまた。運転さん、秋月様はお元気ですか。ああ、元気元気。この頃はすっかり角が取れて人間が明るくなってな。人を切ってまで金を欲しいのか。欲しい。国の上で家族が待ってる。上田家族を待っている。その言葉に偽りはなさそうだ。だいぶ板についたな。今日の昼間、運転さんにも同じことを言われました。世の中を見る目が変われば人間もまた変わる。そなたの運転が良い例だ。秋月様もその一人ではありませんか。そうかもしれんな。いらっしゃいまし。押しつけではございますが、ぜひお願いしたいことがございまして。人違いではないのか。いいえ、あなた様にでございます。失礼なほどお許しくださいませ。あの、申し訳ございませんが、内密なお願い事ゆえ。実はあなた様を追って参ったのでございます。私を。
浪人者との戦いきさつを見ていたのか。さようでございます。それで何としてもあなた様におすがりして父を守ってやっていただきたいのでございます。そなたの手て子を守る。はい、放っておくときっと父は殺されます。殺される、その訳は。命を狙われる者が必ずしも善人とは限らんぞ。いいえ、父は善人でございます。テテコはどこの誰だ。第一、私はそなたの名前さえ聞いておらんぞ。父を守っていただけるとご返事いただけるまでは何も申し上げられませぬ。本末転倒も甚だしい。名も言わんわけも聞かずでは返答のしようがあるまい。そなたの言葉が正しければテテコの身の安全を守るのは役向きの仕事だ。奉行所に依頼すればよかろう。それができないのでございます。どうぞご承知くださいませ。お願いでございます。失礼ながらお金は。帰ってもらおう。用心棒なら他を探すことだ。帰れ。かわいそうに泣いておいででしたわ。大棚のお嬢様に違いありません。きっとよくよくの訳があってでしょうに。だから断った。金や牽制には尻尾は振れん。これだけはついに一生変わりそうもないな。どうした。何者だ。私は奉行所筆頭与力。若い命無駄に捨てるな。主様でございますか。少々お待ちを。殿様、いかがなされた。さあこちらへ。すまん。大丈夫。これは伊賀者常備の秘薬。どんな傷でもケロリと治る。道場に戻るよりはここの方が近いので
迷惑をかけてすまん。何を水臭いこと。道場には大事このくそやござるまい。いやそれにしても小太郎様が不覚を取るとは、その辻斬りなかなかの腕利きでござるな。今までに見たことのない剣さばき。いや剣さばきだけではない、体から異様な殺気がほとばしり出ていた。おう、異様な殺気が。約束通り200両お受け取りくださいまし。これで用済みか。どういたしまして。当面の邪魔者は片付きましたが、奥にいるやつがどこまで嗅ぎつけておるか。もっともこの方は手前どもの方で何とか手の打ちようがあろうと思っておりますが、厄介なのは獅子身中の虫が一匹おりましてな。獅子身中の虫？さようで。これまでにも時々もぞもぞいたしてはおりましたが、今夜のことを聞けばもがき出すは必定。ここ二三日うちには退治していただくことに相なろうかと存じております。殺されたのは筆頭与力と友の男、単なる辻斬りではなさそうだが。撃て。かしこまったぞ。いやお主腕上げたの。それじゃあ、またな。恐れ入りますが、関家小太郎様にお目にかかりたいと存じまして。関家殿は昨日出かけたまままだ帰ってこない。師範代も心配しておいでだった。なんなら師範代に取り次いで差し上げようか。いいえ、失礼申し上げました。お嬢様、どうなされました。顔色が真っ青でございますぞ。運転さん、小太郎様が道場を出たっきり帰らなかったんですって。なるほど、それで。小太郎さんならゆうべは私のところにお泊まりでござる。え、本当ですか。本当ですかとお情けない。運転がお嬢様に嘘をつきましょうや。ただしおけがをなさっておいででござる。怪我といっても大したことはござらん。運転秘蔵の妙薬を塗って差し上げました。さあ早く行ってなさい。私は商売中、お供はできませんが。ではごめん。起きていていいんですか。大丈夫。運転が自慢するだけってよく効く薬だ。もうこんなものいらないぐらいですよ。お許しになって、無理すると治るのは遅れますわ。ところで何です、私に話したいことって。お父さんのことなんです。父上のこと。父上がどうかなすったんですか。別にどうということはないのですけれど、四五日前から様子が変なんですの。様子が変というと。何かひどく思い詰めているらしく、一日中口を聞かないかと思うと、突然お前小太郎様を好きなのかなんて言い出すんです。そんな。私も返事に困っておりますと、今度はつゆ、もしわしが死んだならよして。にでもない。いや黙って聞いてくれ。米問屋なんかやめてすぐ国の三州へ帰るのじゃ。三代続いた三州屋の看板を下ろしては親父に申し訳ないがやむをえん。それにつけても小太郎様がお前を女房にしてくだされば言うことはないのだが。お父さん、なぜそんなこと言うのよ。小太郎様には失礼だが、二人が一生食っていくぐらいの金はある。お父さん話して、一体何があるのね。お願いだから話して。もう遅い。今さら話をしてもどうにもならんの。お父さん。
それはただごとではない。中殿、全然心当たりはないのか。ひょっとすると何か思い当たることがあるのか。今朝店の者が与力の坂崎様が昨夜殺されたそうだと話をしているのを聞いた途端、真っ青になって部屋に駆け込んでブルブル震えているんです。私が何を聞いても出て行けと怒鳴りつけるだけで、そのうちいつの間にかいなくなってしまいました。店の者も気がつかなかったところを見ると、裏口から出て行ったに違いありません。私嫌な予感がして、いても立ってもいられなくなり道場に駆けつけたんです。つゆさん、私は昨夜与力が殺された現場に行き合わせ、その男に切られたのだ。六郎太殿は露殿をご存知でしたか。名は伺わなかったが、昨夜千鳥で手手子の用心棒を頼まれた。六郎太殿が用心棒を。失礼の数々申し訳ございません。いや、小太郎、お主がかねて言っていた露殿とは思いもよらなかったぞ。確か米問屋の娘子であったな。はい、三州屋の娘子です。私は秋月六郎太という浪人者だ。つゆと申します。つゆ殿、六郎太殿は私にとって剣の師であり心の支えでもあるお方だ。心の支えの方はどうやらつゆ殿に任せた方が良さそうだな。そんな。して手手好みに何か異変でも起こったのか。数日来不審な言動が重なっていたところ、昨夜の一件を聞き突然店を飛び出してしまったのです。筆頭与力と米問屋、関わりややりとすれば根は深そうだな。与力の坂崎さんは一月ほど前から奉行直々の命令を受けて動いていたそうで、その命令がどういうもので何を調べていたかはちょっとつかめませんでした。千里運転、どうも腕が鈍りました。お恥ずかしい。いや、運転の腕にいささかの鈍りもない。坂崎の暗殺と三州屋の不審な言動とに関係があることがこれで明白になった。お話はお済みですか。済んだ。早くついでやれ、運転が喉を鳴らしているぞ。はい、運転さん。それはいかん、まずは主殿から。運転。俺は主ではない、分かってるやつ。ではご無礼つかまする。まったくうまい。なんともかとも言いようがございませんな。それは借人のせいだろう。そんな、主だな。用心棒が、それもよかろう。ではあのお嬢様の頼みを聞いて差し上げるのですね。いや、今度はこっちから売り込む。よかった。お嬢様どんなにかお喜びになりましょう。あなた様のことは娘から受けたまっておりましたが、私に御用向きとはどのような。私を買ってもらいたい、用心棒として。なんとおっしゃいます。用心棒に宿ってほしいのだ。隊はない、そこもとの安全に一匹の力となりたいだけだ。何分にもやぶから棒のお言葉で。関家小太郎に会われたか。はい、夕刻お会いいたしました。私のことは小太郎に聞いてもらえばよい。後悔はさせんつもりだ。お父さん、お願いしてね。ではとにもかくにも一応商談成立だな。では一つだけ聞く。与力坂崎が殺害された、その理由だ。裏に何かがあると思うが。お父さん。
存じません。私が存じているはずがあろうわけがございません。そうか、邪魔をしたな。何とお呼びすればよいのか。俺の名は秋月六郎太だ。はでは秋月様。どうもしっくりこないな。これじゃ話が続きませんよ。いいから続けろ。どうした。は奉行の瀬沼様が本日付で本丸お留守居番にお役目替えになりました。お留守居番か。追い払われたな。ご老中様のお屋敷までお急ぎだ。また会ったな。帰り道はお主の看板か。看板の血がまた増える。次元流か。珍しい構えだ。自ら呼んで武蔵の野生駅。皆さんお揃いですな。お忙しいところをたびたびお集まりいただきましたが、今夜をもちまして万事結末がつくまでにこぎつけました。近く武州会所のお取り潰しのお沙汰が出ることに相なり、それ以後の日本全国から江戸に入る米は全て私たちが新たに設立する立ち会所が一手に取り扱うことになります。したがって米の相場は私たちの一存でどうにでもなるわけで、平たく言えば儲け放題。川山陽ではお呼びもつかぬほどになろうかと存じます。それはそれは結構な。お静かに。正式のご許可を頂戴するために新しい立ち会所に加入なされる皆さんのご連名をいただき、午前のお手元に差し出しますので、どうかご署名を。ちょっとお待ちくださいます。今日の今日まで大宮さんをはじめ皆さんのお考えに賛成してまいりましたのに、今さらこのようなことを申しては申し訳ございませんが、私は新しい立ち会所の設立には反対でございます。
皆さん、三州屋さんが反対なされる訳を聞こうじゃありませんか。私も商人であるからには金儲けはしとうございます。それゆえに最初は近江屋さんのお話に一も二もなく賛成をいたしましたが、だんだんと考えてみまするに、我々一握りの米商人の儲けの陰に何百人、いや何千人の方々がお困りになる。中には米を食べられることができなくなる人も出てくるのは決まっております。それを思うと今日様に相すみませんし、いつかはきっと天罰が下ると、それが怖くなりまして。お前さん、それでもそろばん玉を弾く商人なんですかね。儲けるのが怖い商人なんて改革以来三州屋さんが初めてだろう。まったくですよな。皆さんのおっしゃる通りかもしれません。でも私はやめさせていただきます。金儲けのためならば同業者も潰し、何百何千人の人を泣かせても構わない。天下のご法度を破り、お役人まで殺し。三州屋さん、口の利き方に気をつけてもらいたい。言っていいことと悪いことがある。お役人を殺すなんて途方もない。お前さん、気は確かかね。確かですとも。確かだから今夜は思い切って口を切らしてもらったのです。三州屋さんとしてもあくまでも反対するからには腹を決めてのことでしょうし、これ以上引き止めるのも無駄な話です。ここは三州屋さんの言い分を通して新しい立ち会い所の顔ぶれから引いてもらうことにいたしましょう。ご承知をいただけますか。ここまで来たら承知するもしないもありますまい。どうぞお引き取りください。皆さんを裏切って申し訳ございません。ごめんくださいまし。大宮さん、大丈夫ですか。ひょっとしたらお上に訴え出るかもしれませんよ。騒ぐことはありません。たかが三州屋一人に何ができます。しかし、たとえ奉行でなくなっても瀬沼様へ逐一ぶちまけたら、坂崎さんの一件もあるし、瀬沼様も黙って引っ込んではいないでしょう。いかな瀬沼様でも地獄からどうやって這い上がってくると思いますね。何です、その顔は。さあ、早くご署名を。明日の朝には御前のお屋敷へ上がって即刻ご許可の手続きを取っていただく手はずになっているのですから。さあ、ご署名を、ご署名を。カゴはまだか。明日にしたら夜分お伺いしては瀬沼様にもご迷惑だし。一刻は争うのじゃ。手遅れになっては取り返しのつかなくなる。来たな。あ、小太郎様。間に合ってよかった。六郎殿からのことづけで今夜は一歩も外には出てはならんとのことです。いや、どうしても瀬沼様にお目にかからねば。その瀬沼殿は殺されました。瀬沼様。お父さん。いや、わしはわしはどうすればよいのじゃ。小太郎様、大丈夫でしょうか。お父さん、心配するな。六郎太殿がついている。遅いですね。大丈夫ですね、運転さんのことだから。
主殿。秋月様。どこへ逃げ込んだ。どこだと思います主殿。どこだ。向こう島にある大宮の寮ですよ。大宮といえばやはり米問屋ですね。糸がだんだんつながってきたな。悪の元締めは大宮だったんですね。いや違う。じゃあ一体誰が。大宮の裏に大物がいる。少なくとも奉行の首のすげ替えをやってのけることのできる男だ。となるとこいつは迂闊には手は出せんだ。運転ご苦労だが大宮を徹底的に張ってくれ。承知しました。お帰りですか。三州屋だ。彼にも用心棒だからな。六郎太殿。邪魔をするつもりはないが、これも用心棒の務めだ。悪く思わんでくれ。ちょっと失礼します。運転は吉報をもたらしましたか。幕切れは近づいたが、あとは最後の山場がどうなるかだ。で、三州屋は。瀬沼殿の一件を聞き、すっかり取り乱しておりましたが、六郎太殿のことづけを聞き、納得して先ほどお休みになりました。休む時の気配に何か変わった様子はなかったか。別にひどく力を落としてはおりました。お父ちゃん。西野も近づいてる。私は所詮育児のない男でした。私さえ大宮の計画にきっぱり反対していればこんなことにはならなかったはずです。今となっては死ぬ以外道はありません。つゆ明日にでも三州屋の看板を下ろして三州に帰っておくれ。小太郎さんが一緒に行ってくださればこんな嬉しいことはない。私の最後のお願いです。秋月様、小太郎様、つゆの行く末のことくれぐれもお願い申します。旦那、さあ着きましたね。見てはならんものを見た。己の不運と諦めろ。
の、かくまってくれ。すまるさん、さやかさん、大丈夫か、しっかりしろ。運転さん、運転があんたの部屋に。申し訳ありません。行くな。落としましたよ。はい、目を見ろ。親父、明かりを貸せ。ええ。岡尾先生、帰ったの。運転さん、大丈夫ですか。やぞ、あの薬あるか。ある。ちきしょう、修行を怠ると千里運転もこのざまだ。佐々さん、笑ってくれ。あたたた。佐々さん、主殿にな、大宮は宝部伊織の屋敷に行ったと伝えてくれ。宝部伊織ですね。大田正慶社大師神聖師工作修正理事府修税判者久弁理事士。敵図を追って今お店に。大宮は宝部伊織の屋敷に入ったとのことです。宝部伊織、あと頼む。はい。御前、いかがでございましょうか。これでよかろう。上様のご同意を得たとして老中職に回す。一両日中には工事の運びとなろう。何分ご後輩をお願い申し上げます。大宮、いよいよ金蔵の建て増しをせねばなるまいが。恐れ入ります。まずその前に御前とのお約束を果たさねば。もちろんじゃ。控え。今までは来るなと申しかけたろ。聞こえるのか。無礼者、何やつだ。一階の浪人秋月六郎太、そちらは知らずとも当方はしかと正体を見極めた。強力非道の干渉を見雇う、おそば衆の権力にして結託した宝部伊織、共に庶民の血をすする鬼畜だ。出会え、くせ者だ。この件が天の怒りと地の喜びを呼んでいるのだ。Thank you.
き。腹を切れ。これ以上おそば衆の名を汚すな。身どもは一切知らん。知らん。この連盟所と最終屋の衣装、何と言い逃れる。腹を切れ。お元気でね。幸せそうでござるな。企みの一切は白日のもとに暴露し、宝部家はお取り潰し、官商どもはことごとく結所処分に付された。武蔵の野生剣は江戸に覆いかぶさろうとしていた闇を切り裂いて、庶民は明かりを取り戻した。しかし秋月六郎太が宿命の運命峠を越える日がいつ来るのか、それは誰も知らない。次回運命通り、世に言う狂乱の千姫御殿、夜な夜な若い男を引き入れて慰み者にした挙句、一夜明ければ無残な死体、六郎太を刺客の武士と間違えた役人や噂をする町人たちの口から千姫の乱行を知った六郎太、千姫御殿の若い料理人が殺され、その許嫁の娘が千姫の行列に切り込んで危ういところを助け、やがて千姫の命を狙うお庭番たちに凄まじい野生剣が舞う。次回千姫御殿を切るにご期待ください。